はい、ヨイタのニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでにもいろんなこうデザインマンホールの話題、皆さんと共有して、デザインマンホール蓋ですね、の話題、皆さんと共有してきましたけど、特にこうポケ蓋に関する話題、ポケットモンスターのマンホールの蓋ですね、関する話題、ちょこちょこ出てきまして、まあ、今回も新しい記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。記事はこちら、河北新報です。ラッキーポケ蓋、福島8市町村にマンホールにポケモンを描くと、まあ、そのままなんですけど、こんな感じで、やつどどんと出ましたよということで、まあ、今回メインキャラはこのラッキーなのそうですね。はい、記事読んでいきます。福島県は11日、人気ゲームポケットモンスターのキャラクターで福島応援ポケモンのラッキーが登場するマンホールポケフタをお披露目した。県内8市町村の道の駅や公園などに順次設置される予定。福島市や双葉町などに設置されるマンホールには各市町村にちなんだ景観や花、ポケモンが描かれている。音楽都市として知られる郡山市にはラッキーと共に歌う風船ポケモンプリンの姿が、会津若松市には観光名所の鶴ヶ城がデザインされるなど工夫が施されている。2020年度に浪江町など9市町村に寄贈されたポケフタと合わせると、来年秋までに計25市町村に設置される見込み。スマートフォン向けの位置情報ゲームポケモン校内でアイテムなどを獲得できるポケストップにもなる。県庁に開かれたお披露目式で内堀正雄知事は、世界に一つしかないマンホールを探し、ぜひ県内各地を巡ってほしいと呼びかけた。県と株式会社ポケモンは2019年2月に連携協定を締結。4市町村に整備される楽器公園の遊具寄贈など、東日本大震災からの復興支援や観光振興などを進めてきた。ポケフタは同社が地域活性化を目的に全国の自治体に寄贈しているということですね。こんな感じです。はい。まあ、その通りなんですけど、こんな感じで結構こう、ラッキーがピンク色ということで、結構カラフルなデザインになってるんですね。はい。こちらですね、ポケモンマンホール、ポケフタの公式サイト、こんな感じでありまして、まあ、こんな感じでポケフタと、あと、まあ、グッズなどもこんな感じで展開してますよということです。で、ここですね、まあ、こんな感じでピックアップありましたけど、新規マンホール、ここをクリックしますと、はい、こんな感じで、まあ、佐賀も出てくるんで、これですね、福島、ラッキーとモルペコ、これは桃なんで、桃と、リンゴなん、リンゴと桃、まあ、果物も結構、これ梨ですか、まあ、名産が多いので、これブドウですね。まあ、こんな感じで出ます。で、こちらがですね、会津若松市、これで、あの、白と、エルレイド、まあ、こんな、なかなかかっこいいのツーショットになってますね。で、こちら、さっきまで言った通り、郡山ですね。歌う、まあ、プリンとしての歌を歌ってるラッキーということですね。で、こちらが、南会津、どっこら、ラッキー。なんかと、福島県でこう、その材木の出荷量もこう上位に位置するということで、まあそういったことで材木を運んでるんだと思います。こちら、柳津市ですか。こちらは、ピンポク。これは、まあ橋と川下りということなんでしょうね。はい。で続きまして、こちら。こちらは、昭和村。では、ケルミルでしょうか。これはイチョウということなんでしょうか。イチョウが特産、名産。ちょっとはっきり言わせんが、まあ、イチョウの花は間違いないですからね。こちらが双葉町、ラッキーと、これはヒマナッツですか。これは花なんでしょうかね。ちょっとはっきり分かりませんが。はい。で、こちらは、飯舘村。もうこちらは、フライッテでしょうか。こちらは花なんで、やっぱりその福島県って花がこう大きく名産ということがあるんでしょうかね。まあ、その他のこう見ても、やっぱりこう花があちこちにこう出てますし、そういうことがあるのかもしれません。ちょっと知識不足で申し訳ありませんが、そんな感じの8種類が、まあ、今回分かりましたよということです。はい。で、こちらはですね、福島の今書かれる新聞ということで、福島のサイトを見たんですが、こちらのこのポケフタに関する記事はあまりなかったんですよね。まあ、こういった感じで、まあ、この地方紙にはこういう感じで掲載されています。で、まあ、まあ、こういった感じでデザインマンホールの記事、まあ、こんな感じでこの、まあ、下水道事務所の、あの、大体他の自治体もそうですけど、この下水道事務所の関連のところに置かれているんですが、デザインマンホールということで、さっきのポケモンもなかなかこうカラフルなんですけど、それ以外にこんな感じで結構こう、ケヤキとかですね、これなんかすごいですね、花とか、そうしたもので結構カラフルなの既存のものでもやっぱりあるんですね。これが桃ですね、先ほどちょっと。なかなかこういうの、そのポケフタだけじゃなく、こういった地元のこうデザインマンホールフタ、探してみてもいいんじゃないかなというふうには思います。はい。では今回のこの、記事ですね、こちらの関連サイト、概要欄にリンクを貼っておきまして、ね、興味だけでクリックして読んでいただいて、まだの設置は、まあ、の夏以降とはなこれからなんだそうですけれども、そういったの、まあ、既存のところと合わせて巡ってみてはいかがでしょうか。はい。今後もこうした形で聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。